ローリー・ダーラム国際空港ローリー・ダーラム国際空港ローリー・ダーラム国際空港 IATA-RDU はアメリカ合衆国ノースカロライナ州中央部ウェイク郡モリスビルの北東約8キロメートルにある空港周回高速道路 I-40 沿いローリーとダーラムの中間に立地する空港は1995ヘクタールの敷地と3本の 滑走路を有している。アメリカン航空の運航するロンドンヒースロー空港からの直行便をはじめ、国内外36都市からの直行便が就航しており、1日406便が発着する。2007年には、この空港の年間利用者数は10000人に達した。空港の施設と運営には、ローリーダーラム空港局が当たっている。空港局は、ウェイク軍。 ダーラム軍、ローリー氏、及びダーラム氏から選出された委員で構成される委員会が管理している。この地域における最初の空港は1929年、現在のローリーのダウンタウンのすぐ南に設置された市営空港であった。しかし、この空港の滑走路は限られており、商業飛行には不向きであった。やがて、より規模の大きな代替空港を ローリー・ガーラム漁師からの便の良い場所に建設、運営していくため、ノースカロライナ州議会は1939年にローリー・ガーラム航空局を設置した。イースタン航空は、こうした動きを強く後押しした。イースタン航空を率いる社長エディー・リッケンバッカーは、ローリー・ガーラムをニューヨークとマイアミを結ぶ同社のの、経由地とすることを狙っていたのであった。 新しいローリーダーラムの空港は1943年5月1日開港し、イースタン航空が最初に就航した。旅客ターミナルは4棟の兵舎を建てた資材の余りから作られた。第二次世界大戦後、ローリーダーラム国際空港には、イースタン航空に加えて、キャピタル航空とピードモント航空が就航した。1970年代には、 デルタ航空とアルゲーニー航空が1980年代にはトランスワールド航空とアメリカン航空が1990年代にはミッドウェイ航空がそれぞれ就航したミッドウェイ航空は2003年に運航を停止するまでローリー・ダーラム国際空港をハブにしていたミッドウェイ航空が運航停止という形でハブを手放した後もローリー・ダーラム空港にはいくつかの航空会社が 参入してきた。中でもサウスウエスト航空は、ローリーダーアラム国際空港からの新たな行き先と利用旅客数の回復をもたらした。アメリカン航空は、1994年にロンドンガトウィック空港からの大西洋越えの便を就航させた。この便には就航当初は767から 200ER 型機が用いられたが、後に777から200型機が 用いられるようになった。時々767から 300ER が機が用いることもあった。この便はロンドンとリサーチトライアングルを行き来するビジネス客に需要があった。2008年3月29日にはアメリカン航空はロンドンローリー・ラーラム便をグレードアップし、それまでのガトウィック空港からより大規模なロンドンの第一空港。 ヒースロー空港を行き先とする便に変更した。しかし、燃料費の高騰なども影響し、2008年全体では、ローリーダーラム国際空港に発着する便は30便、減少した。2010年からは、ロンドンからの便に加え、デルタ航空が、パリのシャルルド・ゴール国際空港からの便を、就航させる予定になっている。ローリーダーラム国際空港は、 ターミナル1、ターミナル2の2棟の旅客ターミナルを有している。最初の本格的なターミナルは1955年に建てられた。1970年代にこのターミナルは拡張された。1981年に新しいターミナル A ができると、このターミナルはターミナル B と名付けられた。1990年代にはターミナル A の改築が行われ、ターミナル B は ターミナル A に吸収された。2008年10月26日、ターミナル A はターミナル1となった。一方、1987年にアメリカン航空のハブとなるべく建てられたターミナル C はターミナル2と改められた。これら2つのターミナルビルは専用通路では繋がっていない。そのため、ターミナルビル間を移動するには、ビル間に設置されている駐車場を経由して歩くか、 連絡バスを利用する必要がある。ローリーダーラム国際空港のジェネラルアビエーションターミナルはチャーター機や自家用機の発着のほか、パイロットのリソースセンター、イベント会場、地元航空関連企業のオフィスとしても使用されている。また、ジェネラルアビエーションターミナルには空港内に2つある展望デッキのうちの1つが設けられている。また、 ローリーダー,アーラム国際空港には南北2つの貨物ターミナルがある。北貨物ターミナルは航空貨物会社の航空機が、南貨物ターミナルは商業航空会社の貨物部門がそれぞれ利用している。ローリーダー,アーラム国際空港は3本の滑走路を有している。平行滑走路は5リットル 23R3048 メートル X45 メートルどこ R? 23リットル2286メートル X45 メートルの2本である。一番短い14、32、1088メートル X30 メートルは、欧風滑走路である。かつては、ローリーダーアラム空港局と連邦航空局は4本目の滑走路の建設を計画していたが、2001年9月11日に、 起こったアメリカ同時多発テロ事件の影響による航空業界の業績落ち込みに加え、ミッドウェイ航空の運航停止によるハブ撤退の影響もあり、この計画は保留となっている。ローリー、ダーラム、ジャペルヒル、ケーリーなど、リサーチトライアングルの主要な都市、町と空港との間は、トライアングル交通局の運営する路線バスで結ばれている。また、 リサーチトライアングルジー機内の主要なホテルとの間にはシャトルバスのサービスもある。大手レンタカー各社もこの空港に営業所を置いている。以下の航空貨物会社が貨物ターミナルを利用している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。